宿カレー、だしでラーメン作りたい、これはソーメチンの最初。はい、どうも皆さんこんにちは、ソーメチンゆうよ。今日はね、ここら辺でね、なんかね、食材を探しとってね、でここで、まあ、今回はねラーメンを作っていけたらいいなって思ってるわ。注意が必要なのはあの人一定数でこっち来てくるからね、ちょっと気をつけないとやばいわ。やばい、待って、みんなここら辺ねカニいるわ。ちょっと待って、どこ行った、カニどこ、あれさっきいたのに、あ、いたやったこれは食材ね、せいちゃんしゅ、よし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 、食材が集まってきたわ。さあまあ次はこの辺どうかしら、なんかいるかしら。待って、これヤドカリ、もしかしてどう、ヤドカリじゃない、やったやった、ヤドカリもゲット。ちょっとねこっちいないからね、いかあっちにねジャンプするわよ、行くわ。せいちゃんしよし、来た新天地来た、これ。はい、ヤドカリさん、刑務所ミーティングの時間です。ゲット。ちょ待って、みんな、やばい、待って、やばい、ちょっと待って、これ多分ヤドカリだわ。ちょっと待って、動く、あんたも刑務所ミーティングしに来たの、せいちゃん。お、よし、ヤドカリだわ、これ、やったわ、よっしゃ、せいちゃんしゅ、いやーい。さっきね、ヤドカリがね、すごいダッシュしてたわ。まあね、私には及ばないけどね。ほら、ヤドカリさん、あんたね、さっき喧嘩してたでしょ、知ってるわよ。殻の取り合い、そういうの良くないわ。せいえちゃんしゅ、よし。ヤドカリ様、せいえちゃんしゅ。なんか気持ち悪いかいからに入ってるわね、こいつ。せいえちゃんしゅ。あ、いた。せいえちゃんしゅ。よし、ゲット、せいえちゃんしゃ、ヤドカリ、せいえちゃんしゃ、よし、ゲット。ヤドカリさん、おはようございます。え、これ、え、どっち、これヤドカリ、どっちかしら。せいえちゃんしゃ、頼む、ヤドカリ、ヤドカリ来た。これさっきから気になってんだけどさ、これ生きてんの、これ生きてんのかしらね。ちょっとまあいいわ、別に泥でもあんたたち楽しんでくれんならもうこれも食べようかしら。あ、またあるわよこの貝、もう何この貝。まあいいわ、これも入れる。せいえちゃんしゃ、アサリ系 YouTuber メガビッグいるわよ、やった。みんなこの石でかくない、ちょっとこん中絶対いるでしょ、なんか。うわ、カニが大量だ、こりゃやっぱカニが大量すぎるわ、これ。捕獲するわよ。せいえチャーシュー。おい、せいえチャーシュー。よっしゃ、ゲットー。え、なんか挟もうとしてるわ。え、あ、挟まれました。すみません。けど、痛くないっす。ちょっとカニの挟み程度で私がびっくりすると思ってんのかしらね、こいつ。ずっと挟んでくるけど。さあ、早速、最終種目が始まりました。詐欺の、同業者のハゼを盗む。みんなが見つめています。まああと時間かけてもう動画映さなくていいっしょ、頑張って撮るわ。それではそろそろ食材を揃ったことだし、お家に帰りましょう。間違えた、アジトに帰りましょう。さ、じゃあここで調理を行っていくわよ。まずね、一回ヤドカリたちをね、真水で洗います。せいえちゃんしゃ、ほら汚れが取れるわ、しっかり。これをね、まあ計2回ぐらいかしらね。じゃああともう一回、せいえちゃんしゃ。まずはキャスバーナーを設置。今日はちょっと風が強いからね、火が消えないようにこれを。
たら皆さんお待ちかねのチャカメカフォイヤー、この上に網、そしたらヤドカリが入った鍋をせいえちゃうしょ。これでしばらく待ちたいと思うわ。忘れてたわ、早く鍋が温まるようにお鍋の蓋をせいえちゃうしょ。ちょっと待ちきれないから覗いてみようかしら。せいえちゃうしょ。おやっぱやばやばやばいやばい、今見た、ちょっと黄色だったわよ。いや、だし出てきてるわね、やっぱり。よし、じゃあそろそろいいんじゃないかしら。せいえちゃうしょ。よし、そしたらね、一回火を弱めるわ。で、ヤドカリを取り出します。やばい、なかなか取れないわね。みんな見て、ほら、これがね、ヤドカリのだし。ここにね、はい、塩ラーメン札幌一番入れていくわよ。お腹に麺をせいえちゃうしょ。やばい、入んない、やばい、ちょっと入んないわ。どうしようかしら。もうおるか、せいえちゃうしょ。よし、で、これでちょっとずつ入れていこうかしらね。いろんな意味合いを兼ねてね、のびるを入れていこう。あったわ、のびるに行けたわ。これネギの匂いするやつだから、これもラーメンに入れたいと思うわ。せいえちゃうしょ。これ結構ね、本当にね、ネギの匂いするしね、なんか薬味にもなんのよ。だからね、めっちゃいい感じになるのよ、入れたら。ちょっとね、伸びるだけは外せない食材だわ。はい、沸騰し始めたからね、ほら、これから3分待つわ。よし、3分経ったわ。あとはここにね、はい、塩ラーメン、なんかスープを入れるわ。よいしょ、せいえチャーシュー、混ぜる、混ぜ混ぜ混ぜチンユよ。よし、オッケー。そしたらごまを入れちゃうわ。よいしょ、せいえちゃうしょ。混ぜチンユ。よし、完璧。完成した、ヤドカリラーメン。それでね、この手に入っちゃう。危ない危ない危ない。いただきます。いやー、美味しそうね、これ。やばいわ、ちょっとね、外が寒すぎるから本当にあったかいものが食べたかったのよ。いただきます。やばい、美味しすぎる。ちょっとね、普通にね、寒すぎんのよ。やばい、これ外で食うのやばいわね、本当に。いただきます。やばい、幸せすぎる。やばい、寒すぎるからあんま言葉出ないんだけど、超幸せだわ。いただきます。帰るわ、これ。ちょっとのびるも食べてみようかしら。いただきます。あ、やばい、これね、なんていうのかしらね、タラバガニってね、実は高級食材じゃないけど、ヤドカリの仲間なのよ。でね、タラバガニっぽい味するわよ。麺にはタラバガニっぽい味がする。でね、のびるはね、なんかよくわかんないけどね、そのタラバガニの味みたいのがね、染み込んでんの。これがね、また美味しいの。やばすぎ。ちょっと待って、
食べてみようかしら。いただきます。アサリはね、やっぱ天然物ってあるだけあってね、こんなちっちゃくても甘みがすごいあるわ。美味しすぎる。ちょっと寒すぎて本当にもう言葉出ないけど、本当に美味しいわ。っていうかね、もう寒すぎて、みんな見てちょうだい。行くわよ。ちょっともう今見せるよ。行くわ。ヤドカリ全部染み込んでて絶対美味しいわ。じゃあ飲んでみるわ。いただきます。食うために生まれてきたんじゃないの私。やばいわねこれ。いやマジやばいわ。ちょ美味しすぎるでしょこれ。ちょっとだってスープが美味しすぎる。ちょっともう一回飲む。一応さ、海の生き物だからもうちょっとしょっぱさがあんのよ。それがね、あのちょっと塩分がね、あのちょっと濃いぐらいが私好きなんだけどね、まさにそれだわ。本当に美味しい。やばいこれ。みんなぜひ試してみてちょうだい。ちょっともういいかしら。もうちょっと一人で食べるわ。本当にね、ヤドカリラーメン美味しかったから、みんなぜひ真似してみてちょうだい。ちょっと私もちょっと早く帰るわ。本当に風邪ひくわ。それでは皆さん、ハバナイスデイ。